女中とあなたは違う。違います、ダメです。身分の違いは不幸になってしまいます。やはり水人様からお聞きになったんですね。お二人で私をバカになさったんですね。どうして。姫様、兄弟は二人して私を苦しめる。私は長らくお仕えしてきたあなた方を愛しているけれど、それと同じくらい憎らしい。you
こんなことをしでかしてしまいました。私は彼失格です。姫様の言う通り卑怯な男です。姫様の言葉に乗ったふりでもしないと何もできない情けない男です。でもあの一瞬の怒りは本物でした。思わず我を失いました。私を愛していないのだと思ったときは、好きです。姫様、あなたが好きです。もうごまかせない。姫様、姫様、大切にします。私はもう逃げません。あなたを離しません。あなたを心から愛します。必ず幸せにしてみせます。いやはや、申し訳なかったですね、姫様。ええ、もちろん。今日からは毎日働きますよ。そういえば若様は？じゃなかった、殿様でしたね。そうですか、この屋敷も人が少なくなって寂しいですからね。
走らないと。それにしても他人の空似というものもあるんですね。私の夫は満州で商売をしているんですけれどね、姫様もあの人のことはご存知でしょうが。ええ、うちの夫もこの屋敷にはちょくちょく出入りしているんで、使用人の顔も知っているんですがね。それが、あの園庭の名前は何でしたっけね。ええ、そうですそうです。うちの夫がね、真島さんとそっくりな人を満州で見たってんですよ。それはいつ頃のことですか。いつだったかね、何ヶ月かに一度くらい見るらしいが。何ヶ月かに一度ですか。実際の真島であるという可能性もありますね。彼は時折休みを取ってどこかへ行くものですから。いやいや、さすがにそんなことはないよ。いくらそっくりだって言ってもね、その満州の男はアヘン売買の大物なんだそうですよ。向こうの名前は何て言うんだったか、地下組織とつるんでる日本人だって言うんで割と有名らしいですけどね。少し気になることがあるものですから。アキさん、旦那様は今満州に。いいえ、今日までおりますよ。それでさっきの話を聞いたんですから。わかりました。少し聞きたいことがありますので伺ってもよろしいでしょうか。構いませんが。姫様、やはり同一人物です。満州に出現した日と仕事を休んでいる日が合致している。すみません、思わず慌ててしまって。
おそらく間違いありません。違います。実はおかしいと思っていたんです。あの男は。まず全身がはっきりしません。ここに来るまで何をしていたのかよくわからない。他の屋敷で園庭をしていたその技術を買われここに雇われましたが、以前の家に勤めていたのも1年経っていないんです。その前のことは誰も知らない。しかしフラフラしていただけだとか、のらりくらりとかわされて、どうも要領がつかめません。故郷すらも教えてはくれない。あの男は奄美県にいました。あそこは素性が良いにしろ悪いにしろ、はっきりしないものは雇わないと聞いています。それを確かめなければいけません。今から少し出かけてきます。はい、感づかれると厄介かもしれませんので。帰ってきてからいただきます。それと姫様、くれぐれも危険な行動はなさらないでくださいね。私が戻ってくるまでおとなしくしていてください。いいですね。Thank you.